4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はユアビーム、ユアビーム先頭、2番手はジャニス、残り 200m、 ユアビーム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ジャニス追いすがります。センター昇格、もう一伸び、センター昇格、センター昇格、1着2着にはどうやらジャニス、センター昇格、見事一番人気に応えました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わって桜爆心王、残り 200m、 先頭は桜爆心王、残り 100m、 桜爆心王先頭、ディスコホール追いすがります。桜爆心王ゴールイン、桜爆心王1着2着はディスコホール、これは桁外れの強さだ。桜爆心王東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。おっと、名勝マリーン、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にヌエボ東証入ってゲートイン完了です。スタートしました。東マジョルカ、好スタートを切りました。第1ルビー、この馬も好スタートを切りました。第1ルビー、この辺りも前へ行きます。続いてブロリラウィッシュ、ピンクの帽子、ダンシングカラー、その後ろスイートビジョン、そのうちに続いています。内からはゼイウンステラ、イクノディクタス、好位をキープ、その隣にアメリカンビーム、ディクターガール、それに続きます。緑の帽子、名勝マリーン、その後ろヌエボ東証、すぐ後ろ、その後ろにエリザベスシップ、これに続いてアクティブグルーヴ、その隣にベイムオブラス。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭は依然として第1ルビー、ニフティーニース、ほとんど差がありません。ゴーサインリズム、3番手イクノディクタス、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。ここで先頭に立った、ニフティーニース、ニフティーニース先頭、2番手はニフティーニース、ニフティーニース差し返すか。やはりイクノディクタス先頭だ。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。イクノディクタス粘る、第1ルビー食らいつく、イクノディクタスゴールイン、イクノディクタス1着、2着にはどうやら第1ルビー、これが最強女王だ。イクノディクタス